現物を見ていただいて、でお客さんの生の声を聞いて、ああいいねとか、あこれはあの使えるねとか、そういうことを実感できるのが、またあの体験してもらう展示もしたの でそういうところからお客様の反応や、まあ、を見られるのがやっぱり展示会なのかなと思います。我々もこ のコロナ禍の中でリモート営業というのをあの推進してきました。ただその中でやはりまだまだあの日本の市場ではそういったものが成熟してないんで、こういうあのどういったらいいんでしょう、物を見てであるとか、マンツーマンで、お客さん訪問するであるとか、今回のような展示会であるとか、こういうところが非常に重要だなと。まだまだ、5年10年、こういった形 の営業スタイルというのは崩せないと。